はい、どうもゆうすけです。ポケモン GO では3月15日よりカラーフェスティバルというイベントが開催されております。新ポケモンの踊り鳥といったカラフルなポケモンが出現するイベントとなっております。カラーフェスティバルということで色違い対象のポケモンも多く出現しており、特に今回個人的に目玉だなと思うのは色違いのドーブル、そして初実装となる色違いのトドネロスレイジューフォルムでございます。で、早速フォトボム撮ってみたのですが、色違いのドーブルいきなり出ちゃいました。いや、持ってなかったんで嬉しいですね。フォトボムに関してはこの期間、イベントの期間ですね、1日5回ドーブルが映り込みます。色違いのチャンスもありますので、ぜひ皆さんゴースナップショットを撮ってみてください。では続いてトルネロスのレイドやっていきましょう。トルネロス化身フォルムは色違いは去年すでに実装されているのですが、レイジューフォルムの色違いは今回が初実装でございます。今回はケンちゃんと2人討伐に挑戦していきたいと思います。トルネロス基本的に最低討伐人数3人は必要なのですが、ガチガチに固めていれば2人討伐もワンチャン可能ということなので、今回ケンちゃんと挑戦いたします。トルネロスは飛行タイプとなりますので、弱点は電気、岩、氷となります。自分はボルトロス、ゼクロムの電気パーティーと、そしてラムパルド中心の岩パーティー、この2つを組んで臨みたいと思います。今回の2人討伐の詳しい模様に関してはケンちゃんのチャンネルの方で動画が上がる予定となっております。概要欄に気まぐれケンチャンネルのチャンネルリンク貼っておきますので、もしよければ皆さんケンちゃんの動画もご視聴いただけますと幸いでございます。というわけで2人討伐完了しました。2人討伐結構やりごたえがあって個人的には面白かったです。では色違いチェック。なんと一発目からトルネロス色違いでございました。いやー嬉しいですね。一発目から色違い、ドーブルもトルネロスも一発で色違いが出たので、いやー最高に気持ちよかったです。こんな感じで新実装のポケモンや色違いのポケモンも多く出たりして、非常にこのカラーフェスティバル楽しめるイベントだと個人的には思いますので、皆さんもぜひこの春の暖かい陽気の中、ポケモン GO をプレイされてみるのはいかがでしょうか。それでは今回は短めの動画となりましたが、ご視聴いただきましてありがとうございました。最近はポケモン GO の初心者向けの解説などにも力を入れておりますので、もしよろしければチャンネル登録いただけますと幸いでございます。それではまた次の動画で、アディオス。